皆さんこんにちは。高校3年生にいものまいちょことまいかです。中学1年生12歳のこみちゃんことみゆです。この放送は運転しながら電車に乗りながら朝の準備をしながら聞いてもらえると嬉しいです。何気ないテーマでお話をするながらにも始まります。ながらにも、はい、ということで今日のテーマはなんとママの好きなところ。イエーイ。こみちゃんたくさんありますよね。あります。ちょっとこみちゃんから今日は聞いてみようかな。まいちゃん、じゃあまいちゃんからいきますね。じゃあ、はい、まいちゃんはですね、私のことを一番応援してくれるところです。なんかこうコロナの時期で今は遠征行けてないですけど、こう遠征たくさん行ってた時期になんか夜帰りが遅くなっててママが寝てたりするじゃないですか。でもこう起きてあの玄関までこう迎えに来てくれてお疲れ様ってハグしてくれるんですよ。もうそれが毎回あの楽しみで癒しでですね、はい、はい、毎回ライブの時はお出迎えしてくださるんですよ。そこが好きですね。すごいすごい。イエーイ。じゃあこみちゃんは、こみちゃんはですね、私のお母さんは、はい、テンションが高いんですよ。あ、高そう。だからその疲れてる時とかも、うん、テンションが高くて、はい、その元気づけてくれる。あ、なんかこみちゃん結構なんかお母さんの変顔とか送ってくれてねえ、なんかちょっとマル秘情報なのかな。そうなんですよ、なんか撮ったのをまいちゃんに送ろうかなって思って。私は、うん、お料理がうまいところと、うん、あとなんて言うんだろう、自分が何泣いてた時とか相談乗ってくれるところとか、あとニーモが私と同じくらい大好きなところ。なんか毎朝ニーモ流してるんですよ。食べてる時もずっとなんかライブ映像とか流してたりするし、あのホーム画面も私だし、そう、私より好きなんじゃないかレベルでニーモが好きなところも好きです。私はですね、そのなんかそのライブとかで悪かったところをなんか動画で見て、そのすごいそこが悪かったから頑張ってみたいなことを言ってくれるところがいいですね。すごい、結構協力的にね。そうですよ、協力的に、ね、協力的に見てくれて嬉しいよね。お母さん協力的な。お母さんは誰推しなんですか。こみちゃん推しですよね。私も、私もなんですよ。そうなんですよ、ね、まいちゃんは、お母さんの得意好きな料理はありますか。ああ、ピーマンの肉詰め、わかります？わかります。ピーマンにお肉が入ってるんですけど、めっちゃ美味しいですね。なんか全部美味しいです、本当に。なんか、いつもなんか新しい料理にチャレンジしてくれるんですよ。なんか毎回夕ご飯が楽しみですね。そうなんです。いつか私もお手伝いしたいなって思いますね。本当ですか。本当ですね。でもこみちゃん、もう料理うまいから一人作れるんじゃないですか。確かに作れます。確かに。作れますよね。作れますね。何作れるんですか。私のお母さんは、はい、オムライスが、なんか、特殊で美味しいんですよ。特殊？なんか、特殊な味がして美味しいんですよ。はい、あ、そうなんだ。そう。どんな味なの？食べてみたいな。あとコロッケもね。美味しそう。コロッケって美味しいです。でも毎回本当にお世話になってます。お世話になってます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、皆さんも多分ね、お母さんの思い出とかあると思うので、ちょっとぜひコメントに、書いてね、書いてください。ぜひね。いや、これからも親孝行していきたいですね。親孝行しましょうね。親孝行のために何しますか。親孝行のためにもうちょっと、はい、活動で あんまりいる時間が少なくなったから、もうちょっとあのいる時にいっぱい話したらなって思いますね。私もなんか2人で出かけたりとか、あとなんだろう、電気をちゃんと消すようにしたいな。電気消しなくて怒られるんですよ。困っちゃいますね。電気をちゃんと消そうと思いますね。ちょっと手伝いしたい。電気って忘れますよね。そうなんですよ、つけたらどこもかしもつけちゃうんで。そうでしょうね。はい、気をつけようと思います。ママ見てるかな。見てるかな。多分これもね、朝流されます。あー、嬉しい。朝流れにも流す。はい、ということで、はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。にいものファンコミュニティサイト N スタジオでは、毎日 Twitter では見れない写真やちょっとした日常の投稿、グループチャットや生配信などをしています。不定期ではありますが、メンバーからの返信もありますので、もし気になっている方は
概要欄からチェックしてみてください。またお話しします。それではまた、にいもまいちょとにいもこめちゃんでした。バイバーイ。